はい、3月26日の予想が整ったということで、動画を撮っていきたいと思います。本日は、中山の10レース、中京の、8レース、10レース、そしてメインレースの、高松の宮記念、こちらまで、計4レースを、ね、予想してみました。興味ある方は、ぜひとも最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、では早速中身ですけど、まず中山10レースは、9番を軸にしまして、相手を6番、8番、15番、6番、8番、15番を相手に、はい、そして中京8レースは、軸を13番にしまして、2番、11番、16番、13番を軸にしまして2番、11番、16番、そして、10レース、6番を軸にしまして、このレースは4頭ほど、相手を絞らせてもらいました。1番、4番、11番、12番、6番から1、4、11、12。そして、メインの高松の宮記念。こちらは、7番から、ちょっと手広くね、今回買わせてもらいました。7番から、2番、4番、8番、9番、14番、16番、18番ということで、まあ、7番が思ったより、人気なかったっていうのもあったので、なら、ちょっと怪しい相手も、ちょっと全部、入れてみようかなということで、ちょっとね、7点買いに増えたんですけど、まあ、来ればね、7点買っても、まあ、プラスになるんで、まあ、こういう買い方もありかなということで。で、まあ、いずれもね、馬連とワイドで、ちょっと買わせてもらっているということで、よろしくお願いします。まあ、簡単なんですけど、こんな感じで、本日ね、勝負してみたいと思います。そして、動画がちょっとね、メインチャンネルの方で間に合わなかったんですけど、まあ、本日、この動画ちょっと間に合うかどうか微妙なんですけど、中山と阪神ともに5レースで、出資馬レッドバレンティア、そしてルージュサクシードが出ますので、レッドバレンティアの方はちょっと人気になってるんで、で相手もちょっと絞りきれないんで、ちょっと見るだけにしちゃったんですけど、まあ、ルージュサクシード、阪神の5レースの方はルージュサクシード、出資馬自体が人気がないので、まあ、そこからね、ちょっと手広く、まあ、応援馬券じゃないんですけど、買わせてもらったということを付け加えて、まあ、本日の、3月26日の予想の動画をね、終わりにしたいと思います。本日も最後までね、ご視聴誠にありがとうございます。ではでは。